はいみなさんこんにちは。2022年10月のハッチの米国積立投資クラブをお届けします。私はマネク証券のハッチこと岡本平八郎です。今月もよろしくお願いします。今月はこのような流れで番組を進めていきたいと思います。もしこの動画がわかりやすい、皆さんの役に立った。 いいぞ頑張れと思われましたらぜひ YouTube のいいねボタンを押して応援をよろしくお願いしますさて先月のこの番組では9月の米国株というのは1年で最も株価が下がりやすい月であるとお話をしました実際9月1ヶ月間の S&P500 は9.3%も下落3585まで下がりましたマーケットが嫌がったのは FRB のパウエル議長が インフレ対治を徹底的に行うために利上げを継続その結果米国経済はリセッション景気後退に陥るのではないかという懸念が広がったことです。この9の9%下落 というのは皆さん2030年3月コロナ禍でマーケットが大きく下げた月のことを覚えていらっしゃいますか今回の9月の下げ幅はその2020年の3月から最も大きく下げた1ヶ月間となっていますまた9月の下げ幅という意味では2002年のドットコムバブルが弾けた時の9月来の大きな下げとなっています テクニカルに見てみますとこの下げによりまして S&P500 は9月後半に200週間の移動平均線である3589を切ってしまいましたので次の下値抵抗線は3500あたりになりますただ最悪のシナリオとしてこれは最悪ですがもしもっと下がるとしますと S&P500 の下値は3400台半ばというのが視野に入ってきます ただ、それ以上は下がらないと考えておりましてその後年末に向かって私は楽観的に見ています。年初からのパフォーマンスですが今年に入って S&P500 はこれまで5回にわたる利上げの洗礼を受けまして年初から下落しましまたこの24.8%という下げ幅ですがこれは1928年からこれまでで4番目に大きく下げた年となっており 9月の下げ幅もそうですが長い米国株の歴史の中でもここまで下がることはめったにない非常にまれな年の真っただ中に我々はいることになりますさてここからの米国株皆さんはどうなると思っていますかかなり不安に思っている方も多いのではないでしょうかこの番組を見ている皆さんは長期的な視点で積み立て投資を行っていると思います。ですから 株価が下がった方が安く買えますし、本当はそちらの方がいいはずです。だってスーパーに行って買い物するときは、皆さん、値下げ幅が高い方が嬉しいですよね。株を買うのであっても、より安い株価で株を買える方が良いはずなのですが、人間の心理というのは非常に不思議なもので、安く買えると言っても、株の場合、今年のよりまりにも下がってくると、今度は買っても、 もう上がらないのではないかですとか、もっともっと下がってしまうのではないかという恐怖心が生まれ、精神的に辛くなってしまうんですよね。でもですね、そんな不安をお持ちの皆さんに、え今日は元気の出るデータを紹介したいと思います。先ほどお話をした通り、今年の米国株市場が下がった原因というのは、FRB のパウエル議長が40年来の高いインフレを退治するために、とことん利上げを継続すると。 それによって金利が上昇したただ金利が上がりすぎると今度は景気が後退しリセッションが起きるのではないかという懸念で株が大きく下がりましたただこれはあくまで懸念でありますしかも株価を動かしているのはマーケットが不安視している金利だけではありません株価は企業業績市場のバリュエーション投資家のセンチメント需給関係ですとかいろいろな要因で動いているのです え今回は今後のマーケットの見通しについて私が見つけた非常に興味深いデータとともにお話をしたいと思いますはいでは今後の米国株の先行きあのマリーが示唆するものはということなのですが皆さんアノマリーってご存知でしょうかアノマリーというのは一言で言うとなぜ起きるかわからないのだけれどもなぜか起きてしまうという経験則のことです 例えば先月1年間の中で9月というのは一番米国株が下がりやすい月だということを話しましたこれもアノマリーなのですが理論的な説明はできないのですがなななぜかそうううってしまうというものなんですこちらは1950年からこれまでの S&P500 の9月1か月間の平均リターンはマイナス0.5%ということでプラスになる確率は46%ということで50%を切ります。 ですから9月というのはそもそも上がりにくいマイナスになりやすい月であるということが言えると思いますさて夜が明けて10月に入りますと風向きが変わってきます1950年からこれまでの長い期間において10月は平均でプラス0.8%なんですそして10月がプラスになる確率というのは59%と50%を超えています次のデータです アメリカの大統領の任期には4年サイクルというのがありますつまり選挙があり翌年大統領就任しますがそうするとまた4年後に選挙があり翌年に新しい大統領が就任するという4年で1タームのサイクルのことです。 で今年はその大統領のサイクルの2年目であり中間選挙の年でもありますがこの年の9月のリターンについては平均でマイナス1.14%の下げとなっています月間のリターンで見ますと通常だと0.5%の下げとお見せしましたですから大統領就任2年目の9月は他の都市と比べて株価が下がりやすいということが言えます プラスになる確率はと言いますと48%ということで、いつもの年よりも2ポイントほど高いのですが、引き続き50%を割っています。では、肝心の大統領就任2年目の10月についてはどうでしょうか。これは平均でプラス2.16%です。 となりましてえ加えてプラスになる確率は65%となりいつもの年よりもプラスになる確率がが然高まってきますアメリカのマーケットにはこういった興味深いアノマリーがあるんですもっと興味深いデータがあります今年は2022年と最後に2月く年ですね1932年から始まり1942年 1952年といった最後に2のついた年の9月の S&P500 のパフォーマンスを調べてみましたところ平均でマイナス1.69%となっておりプラスになる確率は44%しかないとこれまでの数字よりも上がる確率が低く最後に2がつく年は株価が下がりやすいという結果が出ています。 は,いでは2で終わる年の10月の S&P500 のリターンはどうかといいますと平均でプラスの1.23%プラスになる確率は67%ということで上昇率はいつもより低くなるもののプラスになる確率ここですねというのはこれまでお見せした数字の中で最も高い確率となっています。 はい、これまでいろいろなパターンの9月と10月の S&P500 のパフォーマンスをお見せしましたここまでご覧になっていただきますと歴史的に弱い9月の翌月の10月のマーケットというのはプラスになりそうだということをお分かりいただけたのではないかと思います。 また違う資料をお見せしましょう。こちらは大統領就任2年目のパフォーマンスを1930年からこれまでというとても長い期間を追い続けたデータです。大統領就任2年目の年初から9月末までの S&P500 の平均リターンはマイナス1.2%なのですが、転じてその後の第4四半期 つまり10月11月12月末までのリターン3か月間のリターンは平均でプラス5.5%なんです。そして10月から来年の第一四半期末つまり来年の3月末までの半年間のデータになりますと平均で S&P500 はプラス11.5%になっていると。 ということなんですねそしてプラスになる確率は78%ですよとそして第2四半期来年ですねつまり来年の6月末までつまり月今年の10月からの9ヶ月間 S&P500 を保有した場合まずプラスになる確率は91%ですから非常にこう高い確率で今後 S&P500 は高く。 あの上がるということなんですがその上昇率はといいますとここれが過去の平均にななっていいるということうんで,すでは大統領就任2年目以外の年つまり1年目3年目4年目の場合どうなるかというのがこちらになりまして年初から9月末まではプラスで6.8%ということで2年目と全く違う。 その後のパフォーマンスもこのようにプラスで推移するんですが大統領就任2年目の10月からの9ヶ月間のパフォーマンス、はい、16.6%と比べると、まあ、たった3.3%しかないと、まあ、それほど良くないというのが大統領就任2年目以外の S&P500 のリターンとなります。 先ほど、今年は2022年と最後が2で終わる年だとお話をしましたこれまでの,その2で終わる年の年初から9月末までの S&P500 もですね、このようにマイナスになるんです4.9%下落しているんですがその後10月からの3ヶ月間を見ますとプラス5.7%。 えー、そして半年間ですとプラス8.2%そして来年の6月末までつまり9ヶ月間で見るとプラス18.8%になっているということなんですまあ、こういったアノマリーって非常に興味深いと思いませんか最後です今度は大統領就任2年目でありかつ最後が2で終わる年の S&P500 の年初から9月末までのパフォーマンスを見てみたいと思うんですが 具体的に言いますとこれは1942年そして1962年そして1982年2002年そして今年がこれに該当する年となりますでは年初から9月までのパフォーマンスこれまでですね見てみますと平均でマイナス15%ということなんですそしてその後なんですがこれまでのところ10月から12月末まで プラスそして来年の3月末までのリターンですとプラス20.1%そして来年の6月末までのリターンでいきますと30.5%というのがこれまでの歴史でありますそしてプラスになる確率で見ますと、まあ、サンプルとしては4回しかないんですが毎回株は上がっているとといった結果となっていますもちろん 今年もこのようになるという保証はないものの株価っていうのは株式市場っていうのはですね確率のゲームであるということを考えますと決して無視することができない発見なのではないかというふうに考えています。はいではいつものように次は成績公開をしてみたいと思います。はいこちらが私が毎日積み立て投資を行っている投資信託です。最初 S&P500 連動型の e マークシス,スリム米国株式こちらの方毎日1000円ずつ積み立て投資をしていますがこちらの方はですねこれまでに43万6000円投資をして現在47万8390円になっていますので42,390円増えているということになりますですから9.72%増えているということです次にナスダック100 に連動する i イフリーネクストナスダック1 0 0なんですがこちらの投資信託にも毎日1000円積み立て投資を行っていましてこちらの方は49万9000円投資をしたところ現在50万7422円ということでプラス1.69%になっていますそしてもう2つですね積み立て投資をしているんですがこちらはファングプラスインデックス アイフリーネクストファングプラスインデックスという投資信託に14万5500円投資をしまして現在はこのマーケット環境下でマイナスになっています14万飛び415円ということですからマイナス3.49%となっています。 えー、そして最後のファンドですがーオールカントリーこれは eMaxSLIM スス全世界株式という投資委託なんですけれどもこの投資にはこれまでのところ7万4500円投資をしていまして現在では7万2747円ということですから、まあ、マイナス2.35%になっているというのが状況です。ということで合計でこれまでのところ115万5000円 の投資を行ったわけなんですが、それが百十九万八千九百七十四円ということで、現時点ではプラス三点八一パーセントになっているというのがこれまでのところの私の運用の成績表ということになっています。はい、こちらは積み立てのシミュレーションということでありまして、二千二十一年一月から二千二十二年九月末までですね、毎日エサエサンドピ五百 連動型の投資信託に毎日1000円積み立て投資をしたとしますと合計で42万6000円投資したことになりましてその評価額は46万1611円になっているということですからプラスです8.36%がこれまでのパフォーマンスということになります一方で毎日ではなくて毎月1万円月初に投資をしたとしますそうしますと 21万投資をしているのですが評価額は23万飛び445円ということで9.74%のリターンということでこの例で見ますと毎月1万円月初に投資をした方がパフォーマンスが良かったという結果となっていますはいでは次にナスダック100連動型の投資新宅に毎日1000円投資をしたとしますと結果だけお話をしますとプラス0.5 ゼロ一方で毎月1万円月初に投資をしたとしますとプラスで0.7%になっていますよということです。それからもう一つファングプラスの投資信託に投資をした場合毎日1000円ですね。その場合現時点ではマイナス8.79%ですよと。一方で毎月1万円を月初に投資をした場合。 現時点ではマイナス8.23%になってますよっていうのが積み立てのシミュレーションとなっていますはい。アークのキャッシーウッドさんにインタビューをしましたということなんですが、えー、皆さんアークのキャッシーウッドさんってご存知でいらっしゃいますでしょうか、えー、彼女はですねいわゆるイノベーションの投資でとても有名な あアメリカで最も有名な女性の1人ではないかと思うんですけれども、えー、このキャッシー・ウッドさんと私は9月の半ばにですね Zoom でインタビューを行っておりますその内容を動画化してですね、えー、見ていただくことができますので是非概要欄をチェックしてくださいこれはアメリカの株式投資をする人にとっては非常に興味があるお話をですねキャッシーさんの方がしてらっしゃいますのでとても勉強になります是非ご覧になってください いますえー、彼女がいますアーク社の調査力を活用しているファンド。 こちらになりますデジタルトランスフォーメーション株式ファンドそれからグローバルフィンテック株式ファンドえそしてグローバルスペース株式ファンドっていうのがございますので興味がある方はですねぜひファンドの概要を見ていただければなというふうに思いますはい、毎月ですねお客様からのご意見を数多くいただいておりますお忙しい中アンケート等でご回答いただきまして本当にありがとうございますえいくつか紹介させていただきますと米国株関連投資の羅針盤としていつも あありりががたく拝聴していいまますすとうござ S&P500 が下落した後のパフォーマンスなるほどなと思いました今回もっとお見せしています調査時は買い時継続は力なりということを再確認できたということではいあのいろんなご意見ありがとうございます引き続きいろんなご意見お待ちしております。 マネク証券では現在秋の投資に積み立てデビューキャンペーンというのを行っておりますニーサも対象となります詳しくはこちらの概要欄をチェックしてくださいさて、はい、こちらがですねそのキャンペーン対象の投資委託なんですけれども私が個人的に投資をしています e-MAXIS SLIM 米国株式こういった投資も含まれていますよかったらぜひ検討してみてくださいまあ最初にお話ししました通り2022年という年は非常に難しいマーケット環境です 年初に史上最高値を更新したかと思えば、今年の9月は2年ぶりの安値圏になったりと不安になられている方は多いかと思います。ただし、そんな中皆さんに改めてお伝えしたいのは、資産づくりのコツっていうのは継続だということです。ここでご視聴いただいている長期投資家の皆さんが米国積立投資を続ける。 ということ積立投資で続けやすい金額で継続するということが大事ではないかというふうに考えています市場のアップダウンまだまだ続くかもしれませんが米国積立投資を継続できた人が勝つのではないかと私は思いますだからこそ皆さんのためにこのように情報発信をしっかりと継続していきたいと思います繰り返しになります資産作りのコツは継続です 一緒に頑張っていきましょう。はい、毎月こちらで締めております。資産形成成功の秘訣ということで、とても大切な一枚ですので、今月も繰り返させていただきます。できるだけ長期で投資を行うということ、え、そして定時定額で投資を行う、つまりドルコスト平均法ですね。そしてマーケットが上がっても、そして今のように下がっても止めないということです。継続です、大切なのは。 ということで米国株のインデックス投資で資産形成を一緒にやっていきましょうということで2022年10月のこの番組は終了となります、えー、皆さんもしこの番組が皆さんのお役に立ったということでしたらぜひいいねボタンを押してくださいまたこちらの下にありますアンケートをご協力いただきますと大変幸いでございますということでまた来月にお会いしましょう失礼します